ようございます。今日はここ、トマミ山に登りたいと思います。ここがハイキングコースの入り口です。アガホの駅から北西に徒歩10分ぐらいでここ到着です。行ってきます。登山口からずっと階段やね。あ、虫がすごいな。虫が、今日は虫除けスプレーしてきたんですけど、すごい虫。左で見たらなんか見えるで。え、もう何やろこれは。貯水タンクやね。ベンチあるよ。階段一生懸命登ったらベンチ。優しい。あ、今日よう見えるね。めっちゃ天気いい。大高山、山崎山、うん、89m って書いてあるね、うん、今度は下るよ。うわ、虫がすごい。虫すごいね。なんかすごい道やね。ちょっと昨日の雨で湿ってるからね。もうここロープも張ってるし、ほんと階段もなってるし、うん、遠目からほら岩肌が見えとったやんか、うん、あれでずっと気になっとったからな。電車に乗ってる時に見えたんだよね。そうやね、うん、これ鳴門大橋とか氷ノ山、え、出雲大社、え、どれどれ、こっから出雲大社見えたらすんごいな。うまいな。こっちは大阪駅。あ、おもろいなこれ。面白い、うん、見えへんのやろうけど探してまうよな、うん、で、ここなんか展望台やね。うん、綺麗ね。あ、うん、いい。これ手作りベンチ、うん、ベンチがいっぱいある。ベンチ見つける旅座る。いいけど、うん、綺麗ね。夢咲川かな。あ、かわいいな、うん、まあもうなんか海やけどね、あっち、うん、いいところやね、綺麗です。うん、もうすごい綺麗道やで。うん、綺麗。ずっと木のトンネルの道やな。うん、ほんま。歩きやすいよ。うん、緑で気持ちいいわ。口開けてハハ言うとった。虫が口の中に入ってきた。大丈夫。さっき鼻の中に入ってきたから。うそ。うん、あら。ソーラーパネルやな。うん、これ駅の方から見えとってん。あ、ほんと。うん、あ、ということはくるっとちょっと、うん、まあまあ来てるわ、うん、あれ駅やな、ほら。あ、ほんまやね。うん、まあでも歩きやすいですよ、ここは。そうね、うん、木陰に入ると涼しくていい。まで20分、ほんでこっから上がってきたの。え、違う、そうやね。まあでもそんなとこらへんやね。それの西側やから30分来たよ。アップダウンも少ない登山道なんですけど、景色は何も見えない。まあ林の中やね。でも後ろからな見とったらあれですよ。何？なんかペース速い気がするで。
歩きやすいところやから。たったたった行く。たった行く。うん。なんか開ける。うん。森林浴やっと終わった。開けたな。お？え？あら、ほら。お。これやな、見えとったの。あ、いきなり広いじゃん。あ、すごいすごい。ね。これが見えとったんか。これこっちじゃないんやな。え？こっち？すごいな。そっちはいかんね。うん。おお。すごいすごい。うん、すごいすごい。あそこから来たんやろ？そうそう、あれ、そうやね。わ、すごい来た。ほんで、あっちのほら、何だっけ、ポコッと一番左手になってるところ。興味山見えてる。あ、あれやな。山頂これ。はい、トマミ山 165.6m です。到着。お疲れ様です。あの岩場からすぐやってる。うん。でそこ入り口のところに三角形あってん。はい。到着。では次へ。そこ奥の方に姫路が見えるね。から注意。滑る。ゴツゴツやな。ゴツゴツや。ずっと岩。うん、そうね。登ってきた道とか全然今度変わったね。うん。お、開けてる。これはほんまやな、こっちが見えてんじゃん。なんか下山中みたい。あんまりにもいい。まだ今からピーク向かっとんやん。うんうん。あれほんまやな、下山に向かってない？え？向こうへ行かなあかんね。あっちに行かなあかんかってんな。トマミ山から運気を間違えてしまいました。よくやるよね。有馬高岡の方に向かってたんやけど、なんかいつの間にかめっちゃ下っとって確認したらもう下山や。なんとくるっとトマミ山一周コースでした。はい。まあここは簡単でいいかも。ちょっと散歩で、うん、森林浴と岩場との。うん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 。じゃあトマミに降りていきましょうか。よし。では。でもここ気持ちいいね、あのくるっと回るこの下山コースね。うん、岩場なんよな、ずっと。
ずっと岩場やで、うん、道間違えたけどすごくいいなんかあるね、ほんま休憩にいいね。え、ベンチがあったら座るんじゃん。もういい。もういいかい。間違えたけど。全然いいよ。全然いいよ。でも予定してたんと違うからちょっとショックかな。そうね。なっちゃった1時間半もかかってないね1時間もかかってへんか本当の散歩になった。トイレあり、うん、あ、綺麗なとこや。そうやな、うん、公園もある。アガホから2キロの大冒険です。よかった。あれやな。うん。